はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。ピリリと辛い、わさびです。今回は、最近ハマっているアプリ、ディシディアファイナルファンタジーオペラオムニアのガチャを引いていきたいと思います。数日前に始めたばっかりで、まだシステムにも慣れていない状況なんですが、どうもガチャを引かないと、結構厳しいものがあるみたいです。まあ、スマホゲーなので、ガチャで全てが決まると言っても過言じゃないのは、どれも同じ感じかな。ということで、やっていきましょう。で、今回引いていくというガチャはこちら。スコールと、ジェファ、ジタンの3人の専用武器がゲットしやすくなるというやつです。現在これと合わせて、2月15日まで、獅子の心というイベントがやっているんですが、そのイベント内でこの3人を使用すると、能力がかなりアップするので、ぜひともこの3人の専用武器が欲しいんですよ。もちろん狙うは、ジェファのタイガーファング、スコールのランスオブスリット、ジタンのゾーリンシェイプの3つです。ガチャの詳細はこんな感じ。3人の専用武器の当たる確率が高くなっていて、10回ガチャを回すと、おまけの1回で、20% の確率で星5が1つは当たると、かなり確率が高めに設定されてる感じがしますが、これは期待大ですな。では、記念すべき第1回目、ディシディアファイナルファンタジーオペラオムニアのガチャをやっていきましょい。ワクワクドキドキですな。これ横にスライドすればいいの。あ、タッチするのか。せーの。ほい。3。3。3。3。3。3。お、なんやなんや。4。4。4。4。4、と。なるほどなるほど。切れそう。まあまあ、最初はこんなものかな。スタイナーとかまだ仲間になってへん。お、メタルナックルはティファの武器みたいですな。ヤンパイセンかっけーっす。ビビ、かわいい。では、気を取り直して、2回目ガチャ行ってみましょい。せーの、ほい。3。3。3。3、つらい。お、来た来た。4。4。4。4。4。4。4、つらい。まあ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 、まだ2回目ですし、おっし。あれなんでしょ、最後にドカンと来るやつでしょ。じらすのがお好きなんだからもう、つらい。では、そろそろ星5が出ると噂の、3回目ガチャ行ってみましょい。せーの、ほい。3。3。3。3、そろそろ4。3、ねえねえ聞いてる。3、おこだよわさび。3。3、つらい。お、やっと、けど次9個ね。4。4。はいはい、ラストもまた4なんで、お、なんやなんや。星5来たー。やっと来たー。けど、その武器誰の武器なん？お前誰や？ FF8 最初しかやってないから、誰かわからへんねん。最後に、星3が妙に多いんじゃないか疑惑の、4回目ガチャ行ってみましょい。せーの、ほい。3。3。3。3。あ。つらい。ターン。お、やっと4のターン。4。4、来るのか。終わった。